バンをこのまま残すんですか。いいんだ。それじゃあんまりじゃないですか。俺に命令するな。危ないですから、ここでお待ちください。寿命だったと諦めていただいて。寿命だなんて決めつけないでください。私が見ます。難しいオペは慶応医大に送るのが慣例なんです。慣例だから諦めるの。父を助けてください。お願いします。残されたたった一つの救命手段が脳死肝移植なんです。先生、脳死移植は日本の法律では認められてないんですよ。そんなオペやったら二人殺したと言われかねない。この病院から追い出してやる。殺人罪で告訴される可能性もあるんですよ。成功しても失敗しても袋叩きにはやるしかないんです。全力で当たらせていただきます。一人の医師の信念が患者とその家族の願いをつなぐ孤高のメス。